さんも休憩中か。気持ちのいい風だな。ずっと戦争にいると息が詰まっていて、その学校の俺は荷を積み下ろし、ちょいと働く代わりに、おまけに飯は出るし、ロギ。バルバ顔はいかついが、なかなかできたお人。おかげさまで港に着いたらすぐ次の目的地。名残惜しいが、これでサンドリアともおさら。そしてようこそ次の新たなる冒険って、これからもよろしく頼むぜ、エボン。それでアドルよ、今度はこのままスニオンの港に着けば、そのシジ本来ならアフロカタイ。おいおい、まさかアルタ号へ渡るつもりだったのかい。カーシュ、アドルは以前からアルタ語に渡る手段を。呆れたな。アルタ語公国とロムン帝国が紛争中なのは知って、あの海域に立ち入れるとしたら冒険家とは聞いてたけど。まあこいつといると大変。アドルが歩けば冒険に当たるってな。カシュ、お前さんもどうだい。遠慮しておくよ。ところで二人とも、休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。ど、もうそんな時間か。やれ、それじゃもう一踏ん張りしますかね。アドル、また後でな。そうだな、見張り台の仕事。アドルはバルバロス船長、仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。船長室は甲板の後方にある。進路北北東、ようそろう。おお、アドルだったか。よく来てくれ。まずはかけたまえ。さてならば。そうか、無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域だが、最も恐れられているのは近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる。それがセイレン島だ。確かに海流が複雑な場所だが、船が沈む明確な理由は分からんのだ。5年ほど前にもロムンの岩礁もない凪いだ海に、セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば。それはアドル、君の質
なぜならば上陸して戻った者がゲーテ海の船乗りですらどんな場所なのか誰も知らない。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまった。この話は新米の水夫に必ず聞かせる。歌集などは震え上がって先日君は泣かな。よし、この船は乗客を生む。アドルにはああ、これでも職業柄いろいろ。君は気概も申し分ないし腕が立つこと。具体的な段取りは後で。それでは頼んだぞ。私は船長の。この度は全長が50メライある本船はサンドリアとエレシア大陸。
した？何事だ？わかりませんが。バカな。この階すぐに確認を取れ。はい、さあ。島から距離は取っているはずだが、まさかな。ん？何の騒ぎだ？Yeah!